こんにちは、社長部長の YouTube の社長です。いきなりですけども、農業にとって獣害、まあ、いわゆる獣の害とかで獣害なんですけども、獣害は大きな問題です。特にですね、イノシシやシカによる全国の作物被害総額はなんと年間50億円にも上るそうです。その対策としてですね、鳥獣害フェンスが広く利用されています。しかし、このフェンスの設置作業が大変だと、骨が折れるということで、こちらの商品を紹介してみたいと思います。ハンマーですね。普通のハンマーに見えますけども、この後実演します。何が大変かというと、フェンスを取り付ける支柱が長いもので2メーター近くありますよと。2メーターもあるとですね、打点が高くて打ち込むのが困難です。場合によっては脚立を使用すると、まあ、脚立を使用しての打ち込み、安全性の面でもとても不安です。それに加えてですね、農業従事者が、まあ、若者だけでもなくて高齢化しているということです。それから食い打ちの作業の工具がありますね。電動やエンジンがあったりしますけども、工具で打ち込むとなると10キロを超える工具を現場まで運ぶのが大変だと、まあ、1日で終わる作業ならいいんですけども、2日3日4日1週間とかかった時には何回もそれを運ばなければいけない。電源の確保であったり、まあ、エンジンのメンテナンスであったりですね、そういうのも面倒だと。特にやっぱりそういう機械を購入する金額もですね、数万円から数十万円もかかるということであります。まあ、高齢者のみならずですね、女性の方、若者でも効率かつ安全に作業ができるようアイテムが必要です。そうした声に応えて開発されたのがですね、OH 工業さんの食い打ちハンマーといわれるものですね。重量約 3kg で、定価の方もですね6600円というふうになってます。品番の方がですね KP6 ということで、こちらの商品をですね、じゃあ実際どうやって使うのかというのをこの後実演をして、すごく便利なところをご紹介してみたいと思います。じゃあ実際ですね、ちょっとこの杭に見立てて、あの柱ね、支柱、あの鳥獣害用の支柱に見立てた鉄筋をですね、ちょっと高さ2メートル以上あるかもしれないですね。でこれを通常のハンマーやと、ああもう届かんすかね。こうやん。はいはい。ね。はい。こうやん。はい。なんで脚立。これ危ないっすよね。これ危ねえね。こうやん。こうやん。しかも揺れるね。揺れますね。揺れる気。こんな、そんなのあれですか。ね。こちら。クイーンハンマーズ。ね。はい。これもうね、ちょっと刺すだけで、まあちょっと脚立。あれですけど、ちょっと今高めにしてますけど、これを。ね。差し込んでガイドになって。これ。おお、来た。これ。簡単でしょ。で、これ25ミリまでこれ入る径がね。あ、いいわ。はい、こんなやつですね。で、普通の杭とかもちょっと売ってますね。はい。これも、もう普通に売ってますよね。こんな感じで。で、重量も3キロなんでそんなに重くないですよ。まああまり軽いとね打ち込めないんで、これもすごくいい商品だと思います。で、この頭がフラットな面でなんかね、説明書があるにはこうやって地ならしもできるって、ね、便利な商品じゃないですか。便利ですね、はい、単純な商品ほどなこういう工夫がありがたいと思いますね。安全に正確に確実に作業ができる商品だと思います。はい、いかがだったでしょうか。OH 工業さんの食い打ちハンマー KP6 でございます。まあ、ハンマーヘッドの方もですね、焼き付け塗装で、錆に強いと。そしてハンドルの部分もですね、アルミニウム合金を使って、軽量ですと。
グリップ加工の方もされてます。大市工業さんの方ですね、物流機器の製造も手掛けておりますけども、なんといっても作業用のハンマーではトップシェアですね。ハンマー製造のノウハウを培った大市工業だからこそ実現した低価格そしてハイパフォーマンスな製品だったんじゃないかなと思います。次回もですね、実演を通して製品紹介していきたいと思いますので、どうぞご視聴の方よろしくお願いします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。